ポイントルプロー原子力発電所はカナダのニューブランズウィック州ポイントルプローの北東 2km に所在する原子力発電所で九百七十五年から九百八十三年にかけて国有公益事業体である NBE パワーにより建設された。発電所の名称はシャーロット郡東端部にある岬の名前から取られているが発電所そのものはセントジョン郡にあり、 セントジョンの西側、マスクワッシュ地方行政サービス地区の管内である。ポイントルプロ原子力発電所は、カナダ大西洋州にある唯一の原子力発電所で、ファンディワンの北岸に出力705メガワット、660メガワットの CAND ユーロが一気設置されている。ポイントルプロ原子力発電所は1981年に完成し、 2008年まで運転されていた。その後改修が行われ、2012年10月23日に送電網に再同期した。ポイントルプロ原子力発電所は、オンタリオ州外にある唯一の原子力発電所で、カナダの大西洋東岸に建設された唯一の CAND ユーロでもある。2007年に、カナダ原子力公社、バブコックウィルコックスカナダ、 GE 日立ニュークリアエナジーカナダ、日立カナダ、SNC、ラバリンニュークリアリミテッドが結成した、コンソーシアム、チーム CANDU がニューイングランドへの、電力供給のためポイントルプロに、出力1100上の改良型 CANDU ロー、設置すべく250万カナダドルをかけて、フィージビリティスタディを開始した。2010年7月には自由党を率いる。 ニューブランズウィック州政府がフランスの原子炉メーカーであるアレバとの間でポイントルプローへの軽水炉新設に関するフィージュビリティスタディについて合意したものの同年9月の選挙で新保守党が政権を奪取したため計画は棚上げとなった。ニューブランズウィック州における原子力発電所の建設は1950年代後半から議論されていた。 15年以上にわたり、ニューブランズウィックエレクトリックパワー社の技術者が、カナダ原子力公社のチョークリバー研究所に通い詰めて、最新動向の把握に努めていた。ニューブランズウィック州政府とカナダ政府の間の公式対話は1972年に始まり、翌年のオイルショックを受けて、石油依存度の低下と電源の多様化が、州政府にとって、 切実な問題となったことから議論が一気に加速した。しかし、州の借入能力の限界から事業への出資額が問題となっていた。借入能力の問題は、1974年1月にカナダ政府が各州に対して最初に原子力発電所を建設する際には建設費の半額を貸し付けると発表したことで解決された。 これを受けて1974年2月5日に州首相リチャード・ハットフィールドはニューブランズウィック州に原子力発電所を建設する意向を表明した。同年秋の総選挙では一部の州民が原子力発電所の建設に懸念を抱いていたもののハットフィールドの与党である新保保守党が勝利した。1975年3月にはハットフィールドが テレビ演説の中で、これは最終決定であり、実施中の環境アセスメントの結果にかかわらず、原子力発電所は建設されるであろうと宣言し、社会学者、ロナルド・バビンから、原子力、規制事実化政策だと書き立てられた。1975年5月2日にはカナダ、原子力安全委員会が、ニューブランズウィック州最大の都市であるセント・ジョンの西 20km の、 ポイントルプローニー4基分の敷地を確保した上で、出力六百三十五メガワットの原子炉二基設置することを承認した。これを受けて、ニューブランズウィックエレクトリックパワー社は一基をオプションとして原子炉一基の建設を開始した。九百七十九年には建設作業が最盛期を迎え、地元から三千五百人の作業員を動員し、地元企業との間で百三十九件の 個別契約のうち108件を結んでいた。ポイントルプロでの運転許可は1982年7月21日に発行され、その4日後には発臨会を達成して1983年2月1日に商業運転に移行した。当時の大規模インフラ建設プロジェクトと同様に、ポイントルプロ原子力発電所建設工事でも当初見積もりの3倍にも上る。 建設費の急騰に見舞われた。1974年には4億6600万カナダドルの見積もりだったものが、2年後には6億8400万カナダドルになり、さらに1978年には8億9500万カナダドルにもなった。建設費総額は、利息負担を除いても1983年の運転開始時点で14億カナダドルにも上ったと推定されている。 ポイントルプロ原子力発電所は最初の10年間に平均93.11%という記録的な設備利用率を達成し 5000GWH 年以上の電力を発電した。しかし1990年代半ばから後半にかけて維持管理の稚拙さと設備投資の少なさから様々な問題が表面化し始めた。1997年1月中旬には 炉心での冷却水漏れにより2年間で3回目の停止を余儀なくされた。原因は給水管が固定されていなかったことであり、これによって75日間停止することになった。人為的ミスによる破損の修理に4000万カナダドルかかった上、停止中の電力をケベック州から1日あたり45万カナダドルで購入することになった。 1990年に運転補助員のダニエル・ジョージ・マストンが減速系から抽出した重水サンプルをカフェテリアのドリンクディスペンサーに混入するという事件が起きた。8人の作業員が汚染された水を飲み、うち1人は高温にさらされる作業に交番勤務で当たっており、他の作業員よりも休憩と給水の頻度が高かったことから大量の汚染水を飲んでしまっていた。 この事件は、この作業員が提出した尿検査サンプルから異様に高いレベルのトリチウムが検出されたことで発覚した。混入された重水の量は、毒性が現れるレベルではなかったものの、作業員らは混入されたトリチウムから被爆し、水中の活性化学種を摂取することになった。これは、マストンの悪ふざけであると考えられているが、影響を受けた。 作業員はその後も長らく毎日尿サンプルを提出し続ける羽目になった。ポイントルプロの CANDU-6 型炉は1970年代に設計されたもので2008年に運転を停止する予定であった。2000年代に入ると今後の発電所のあり方について議論されるようになった。この頃、 NB パワーは回収費用は7億5000万カナダドルと見積もっていた。2002年に NB パワーは政府及び野党の支援を受けて回収を推進していたがニューブランズウィック州電力公益事業委員会はポイントルプロの回収案に優位な経済的利点がなく公共の利益にならないという判断を下した。2004年4月にはブリティッシュエナジーの元会長 ロビン・ジェフリーにより、回収コストは、週予算の9億3500万カナダドルよりも高い13億6000万カナダドルに上ると推測されるという報告がなされた。ジェフリーは、回収を行うべきかどうかには言及しなかったが、ニューブランズウィック州当局に対して新たな、化石燃料火力発電所の競争入札を行うよう助言した。 カナダ政府が改修への助成金拠出を拒絶したにもかかわらず、NB パワーは2005年7月29日にカナダ原子力公社との間で14億カナダドルで改修工事契約を結ぶことを発表した。改修工事は2008年3月28日に始まり、受注したカナダ原子力公社は後期を18ヶ月としていた。しかし、工事は様々な技術的不具合。 遅延や事件に見舞われることになった。例えば、2008年10月15日には、重さ115トンのタービンローター2機が輸送中に、セントジョン港で橋気から転落する事故が起きた。これは、最終的にタービンローターを製作したシーメンスカナダが、事故は重大な過失によるものとして、JD アービング社を含む4社を、オンタリオ州裁判所に提訴する事態になった。 発電所の運転再開予定は何度も延期された。2009年1月には圧力管を撤去するための装置に不具合があるとして観光が3ヶ月遅れると発表された。続いて同年7月にはさらに4ヶ月遅れると発表された。2009年10月にはニューブランズウィック州エネルギー省のジャック・キアが運転再開が2011年2月になるとの見通しを示し、 カナダ政府に工事期間中の代替電力を購入する費用の手当を要請した。これは、ポイントルプロ原子力発電所が、州の電力生産の25から30%に、当たる 4TWH 年を発電し、NB パワーの電力供給計画において、戦略的に重要な位置を占めていたことと、相まって状況の混迷を深めることになった。 それからわずか数週間後の2009年10月29日には、ポイントルプロ原子力発電所は、イドロケベックへの NB パワーの売却提案に、含まれる資産の一つであると報道された。2010年3月24日に、ショーン・グラハム州首相は売却提案は、ハイドロケベックが予期せぬコストへの懸念を示したことから失敗したと発表した。 グラハム州首相の発表はアナリストらから取引失敗に対する非難を浴び、6ヶ月後に州選挙を控えた州の政局は困難を迎えることとなった。リークされた内部資料によると NB パワーの売却提案及び回収後の人員、再配置案はポイントルプロ原子力発電所の作業員の指揮に悪影響を及ぼし、安全に関する懸念を生じることになった。 2009年1月から2010年6月までの間に600件以上の労働災害が発生し、休業災害が7件、就業制限が13件、幼治療の普及災害が32件にも上った。内部報告によると、遅延による n b パワーの損失は毎月3300万カナダドルに上り、そのうち1100万カナダドルが資本コスト、 2200万カナダドルが代替電力費と利息負担であった。2010年10月9日に NB パワーはカナダ原子力公社が前年に設置した380本のカランドリア管をすべて取り外した上で再設置すると発表した。カランドリア管は燃料を増加した圧力管を炉内に保持するもので、長さは約7.13メートルある。 2010年6月30日付の内部報告によると問題は、おそらく以前の作業でクリーニングを行った際、管、取付板の取付穴が損傷したものとみられる。2010年10月の予測では、発電所の送電網へのまた列は当初予定から3年遅れの2012年秋になるとされた。結局、送電網への動機は2012年10月23日になり、 同年11月23日に商業運転を再開した。ありがとうございます。